皆様こんにちは、プロゴルフコーチの原陳でございます。この企画はですね、理にかなったボディタンスイングの習得を目指そうというシリーズものでですね、これをすべて順を追って見ていただければ体に優しい理屈の通ったですねスイングができるようになりますので、ぜひ私を信じていただいて最後までご覧になってください。今回はクラブフェースの使い方について解説していきます。なぜこのクラブフェースの使い方を先にご紹介するのかといいますと、前回お伝えした直立状態でのこのナチュラルな体の回転運動と、今回紹介するクラブフェースの使い方を、この2つを覚えていただいて、ご自身のスイングに取り込んでいただければ、体を動かすのがお上手な方ならですね、すぐにでも実践できるからです。このクラブフェースの使い方については初めに復習なんですけれども、講座0回目でですね解説した通り、平面上にこう置いてあるボールをですね、捉える時にはボディタンスイングですと、このように手元がこう動くことで、フェース面が閉じまして、体がこう動いていくということですね。ですので、スイング中はこの手元がヘッドよりもですね、こう先行していく形になります。そうすると、実際にやってみてもらうと分かるんですけれども、こうやって手元が先行していくと、手首やこの腕のローテーションがなくなりまして、ヘッドが、ボールを、見続ける形となってですね、シャットフェースでヘッドが動いてくるかと思います。つまりこの構えた位置からですね、フェース面は、スイング中変わらないイメージを持つということですね。はい、実際にですね、ご自身のスイングを見ていただいてシャットフェースができているか、確認する方法はですね、バックスイングを、後方から取っていただきまして、こうやって上げていきますよね。シャットフェースで上げますと、このような形で、フェース面がですね、そちら側、視聴者さん側を向いているかと思うんですけれども、これがオープンフェースだとこのようにフェース面が見えません、そちら側に。はい、こういうことになるんですね。あとは前方から、こうやって確認しますと、シャットフェースの場合はですね、このように、フェース面が見えない形となります。はい、オープンフェースの場合はですね、このようにフェース面が、そちら側に見える形となります。はい、このフェース面が変わらないということは、フェース面がですね、開いてこの閉じる、開いて閉じるというような、この余分な動きがですね排除されますので、ゴルフがですねシンプルに簡単になります。クラブフェースが開いてしまいますと、どうしてもこのまっすぐこう戻すという、こういうような動きが必要になってきますので、そこでどうしてもこの腕のローテーションが入ってしまって、悪く言いますと、ヘッドが走ってしまいやすくなるんですね。このようなローテーションが入りますと、ヘッドが走ってしまうと。はい、またですね、現代のこのゴルフクラブというものは、特にドライバーにおいては、重心距離がですね、長くて、深い構造になっておりますので、ヘッドの直進性が高くて、どこに当たってもですねフェースがぶれないように作られておりますので、スイング中フェースが少しでも開いてしまいますと、そのまま開いて当たってですね、その方向に球が直進していってしまうということになります。有名どころの選手で言いますと、ケプカ選手、ダスティン・ジョンソン選手などなどですね、世界のトッププロはフェースがですね、ずっとボールに向いたままクラブを使うことで、アベレージゴルファーよりもですね、より簡単にゴルフをしているということになります。そこで本題の、どのようなことを意識するとシャットフェースでスイングできるのかを説明していきますと、このシャットフェースを可能にするのがですね、このように、手首のこの横のヒンジの動きなんですね。この横ヒンジ、はい、ヒンジとはですね、このドアの開け閉めに使う、長板のようにこの動かすことを、ここ起点となる部分を言うんですけれども、この、横ヒンジ、このヒンジの動きを、手首のこの横の動きに使うということですね。
はい、この手首のですね、横方向のヒンジによって、このクラブフェースの面が変わらずにですね、このような形でテイクバックからバックスイングまでいけるようになりますと、はい、逆に少しでもですね、このような縦のヒンジが入ってしまいますと、まあ、これが横ヒンジですね、先ほど言った、はい、これが縦のヒンジが入ってしまいますと、まあ、腕が回転してしまってですね、このフェースが開いてしまうということになります。特にこの右手を強く使う方はですね、この縦ヒンジの割合が高くてですね、バックスイングではこのように左手首が背屈しまして、クロストップでですね、フェースが開いてしまうといったような格好になるとしなってしまうと思います。要するにですね、この縦ヒンジを使って、縦ヒンジ、手首やこの腕のローテーションが入ってしまいますと、フェースは開いたり閉じたりしてしまうということになります。ですのでスイング中はですね、この手首の横ヒンジのみ使う意識で振っていただく感じでスイングしていきましょう。この横ヒンジを入れるタイミングというものがありますので、次回テイクバックの方法で解説していこうと思っております。今回の説明でですね、わからないことがありましたらコメント欄で質問を受け付けておりますので、多くの方からの質問をお待ちしております。以上、ワールドワイドゴルフプロコーチの原陳でした。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。